オレイン55は5頭に1頭しか出ません。年間で約 20%、350頭ほどしか生産されません。発症率が非常に少ないという懸念もありますけども、とにかく美味しい肉を目指すように努力をしています。まあ、牛を飼うにはやっぱりたくさんの水を飲んで、まあ、たくさん餌を食べるっていうのがまあ重要です。まあ、その点、まあ、鳥取県は大山という名峰があります。そこから出る伏流水、牛を飼うのには条件を整った水だと思います。皆さんご存知のブランド牛っていうのは、まあ、発祥は元を正せば、まあ、鳥取が発祥の地と、ケタカゴという鳥取には有名な牛がその昔いました。それがブランド牛のルーツとなっています。牛に愛情を持って接してあげると、その牛がお肉になる時に美味しい肉になると信じてるんで、よく食べな、よく寝なっていう感じでやってます。オレイン55というのは鳥取和牛の中でもお肉の中のオレイン酸が 55% 以上含まれているお肉、主にオリーブオイルの成分なんですけども、それが多く含まれていることによって香りもいいですし、口に入れた時の食感、口どけはやっぱり他のお肉とはちょっと違った持ち味があります。